リフティング対決。さあ、30秒で何回リフティングできるかという単純明快なルールでございます。30秒でちょっと一部あの渋野さんが他の部屋で練習してたっていう説が情報漏れてますから、ね、情報漏れ、はい、練習させてください、まあ、右肩パンパンらしいですから、ね、もう右肩逆にコンディション不良やってしまった逆効果だったんじゃないか、はいはい、じゃあまずは何はともあれやってみましょうか、はい、よーいスタート。ちょっと待ってください。大変な事態になりました。プレッシャーに弱いのか渋野日向子、わずか2秒でリタイア。10秒経過。すごいですね。さすがの石川プロ15秒半分経過。うわ安定してます。結構ね、20秒目がチカチカしてきた。おお、残りが5秒となりました。安定してます。3、2、1、終了。すごい。もう一回やろうよ。もうね、そうですね。いや、何回でした？2回です。今何回半で欲しいとかってあります？じゃあ10回、私が10回したら、りょうさんに始めてもらいます。入るってことです。なるほど、了解です。10回できるかな？それで改めまして参ります。リフティング対決30秒1本勝負。よーい、スタート。4、5、6、7、8、9、スタート。さあどうだ。早いって。早いって。ボール10秒経過。ちょっと12秒で脱落。そしてまだ続く。うわ、これはすごい小刻みにボールが上下してます。20秒経過。おお、本当に早い。リズミカルにボールが跳ねていく。そして残り1秒。終了。すごい。何回です。今の。ね。おお。ちなみに私何回やってました。何回です。はい、残念でした。次に行きましょう。はい。今度は右手だけじゃなくて、2本のクラブで右手と左手両方でこうリフティングをしていただくっていう。楽しいですよ。めちゃくちゃうまくいってるっていう。あ、そこに当たってるよね。今のところここに当たってますよ、ね、安定してそこに当たってる。ここですか。そう、トウの先に当たって、こんな感じでここに当たってる。どこに当てたらいいんですか。ここ芯でしょ。このボールがあんまり回転しないところが多分芯だよ。こうやってほら、もういいんですかって。さあでは参りましょう。どうします、順番は。私からです。すいません。もう決まってるんですね。はい、決まってます、はい、では参ります。よーい、スタート。何回でもできるんですか。何回でも。何回でもいいんですか。はい、はい、おい、ガシャン。カメラマンさんの足元に転がっていきました。失礼いたしました。これはでも相当難しいんじゃないですか。これ30秒じゃ足りないですよ。お、足も入れてくる。まさに二人で同時にやってみましょうか。これ今やってます。今ここでもう止めたくない。じゃあこれで渋野プロ入りましょうか、はい、石川プロハンデとして。今石川プロ10回ぐらいやってます。さあ渋野プロ入った。二人の対決になってきた。おお、続く右左右左と続いていく。おお、いい勝負になってきた。あ、やばいやばい。今すごいこと起きた。今トラブルありましたが石川プロそれに耐えた。今俺の渋野さんのボールが石川プロのボールに当たりましたよ。当たった。嘘、うん、当たりました、うん、はい、やばい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 。失礼しました。だけど同時ずそのまま続けるすごい。これはもう石川プロの圧勝ということで技を見せていただきました。そうするとずっとフェースにボールがこう乗ってる。おお、すごい。これ渋野プロどうですか。やってみてもらえますか。ああ、これやっぱ難しいんですね。
拾い上げるすごいゆっくりゆっくりしなきゃいけないですね。そう。テープついてます。なんか磁石とかついてるのかなって思うぐらい。そうするとなんかこう実際打つ時もちょっとボールをこう運ぶ、こう乗せて運ぶような使い方するとスピンがちょっと入りやすい。ドリームマッチ。みんなで笑顔に。石川遼と渋野日向子夢の共演。ナイスです。スーパープレーも連発。26日日曜午後1時55分。